三オ薫が若手逸材をチンチンにしたシーンが注目を集めている。三マの所属するブライトンは7月28日、ニューカッスルとのプレシーズンマッチに臨み、1-2で敗れた。動画、相手の両足が揃った瞬間に急加速簡単腐。海外メディアが注目した三マの緩急ドリブルこの一戦で、ダニー・ウェルベックの先制ゴールをアシストしたのが三マだった。49分に、 左サイドでボールを受けると、敵の右 SB ハリソン・アシュビーと1対1になる。仕掛けたミトマは、ボールをこねるようにボックス内に侵入して急加速。21歳を完全に振り切って、ブラウンダーのクロスを送り込み、お膳立てをしてみせた。有望株のプレーなどを取り上げている、ザ・ネクストウェーブは、このシーンをスロー映像で取り上げ、公表している。 ハリソン・アシュビーは素晴らしいタレントだが、三マは彼の純朴さを楽しんでいる。アシュビーの両足が揃うまで汗らし、揃った状態になると、すぐに三マが爆発した。三マはこの試合で、スコットランドの年代別代表でプレーしてきたアシュビーに比較的よく対応されていたが、この場面では格の違いを見せつけた。クロ黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。